私のねストレス解消法と言ったらなんですけど、なんか嫌なこととかイライラすることとかって、まあ生きてたら絶対に起こり得ることなんですよ。今までもそしてこれからもなんですけど、人によって違うけど何かしらでイライラするから。でもその場でさ怒ってもさ余計体力使うしさ、なんか自分が損する可能性もあるじゃない。だからなんか一回やっぱそこはとどまるわけよ。みたいな時あるじゃん。もう一回ねこうグッとこうグッと押さえるんですよ。で後それをどう面白く話そうかなみたいな、今日起こったストレスな出来事をどうやったら面白く伝えられるみんなにみたいなっていう風な考えに行くの。それが終わって10秒後ぐらいにもうイライラすんじゃん。イライラしてクーってなってからグッて一回押さえて、こうその場から去った時に今日のストレスをどうやって楽しい話にする感じで考えを変えると、私はストレスとか全部面白い話になるんですよ。後ただの愚痴よりもちょっと面白く変換した方が相手は聞きやすいし、相手も笑えれば嬉しいじゃんこっちも。でなんかそのストレスだった出来事がただの笑い話になって、私も相手が笑ってくれてるからよくやってねってなるし、あっちも面白いからへへへってなるし、平和じゃね、平和だね今日も。イライラすることは絶対に起こるから無理なの、避けることはできない。私はね自分が楽しいことよりも周りが自分の話でへへへバカだなとかアホだなって思われてでも笑ってくれた方が私は楽しいんですよ、自分が楽しいことよりも。だからそういう風にしてる。そういう風にしたらいや楽しいしってなる。その時はムカつくけどね、ほんと埋めるぞと思ってますけど、素足で富士壺踏ませますよ、血みどろになる足。